はい、続いてですね、戦国大名の土地支配です。でまず戦国大名は土地支配における特徴ですけれども、基本的にですね、明かせません、実力で領国を一元支配します。あ、というのは何っていうかというと、守護大名との対比で理解してほしいんですけど、例えばね、まあ、一国の中にですよ、例えばね、守護大名の時は守護の時は、例えばあるんですよ、なんかちょっとなんか守護が手出しできない、そういう土地があるんですよ。例えば守護不入地とか、まああのいろいろありますよ。例えば御領所とか、あの将軍の直轄将で、これは奉公衆が管理してますので、やっぱり守護手出しできないわけですよ。分かる？とか、あと例えばその今名前出した奉公衆の将軍、守護大名は一国を支配してる、支配を任されてるって言っても、実はなんかその自分が手出しできない領域っていうのがあるんですね。これを守護不入地っていうんです。ところが、まあ、それ今川方目録っていうふうにちょっと書かせてもらったんですけど、まあ、これはですね、あの東京大学の1988年ですかね、第2問でまあ問題になったんでちょっと挙げてるっていう部分もあるんですけど、今川方目録、駿河遠江の戦国大名で、今川っていう戦国大名ですね、まあ、今川の歴代の当主が、まあ、こう文国法っていうのをこう整備していく中で、駿河や遠江は今川が実力で支配してるんだ、守護不入地なんてものは認めないみたいな、全て自分がこう分かる、今川が支配できるんだみたいなことをですね、まあ、書いてるわけですね。まあ、なのでその下のところですね、赤線ください、室町期に存在した守護不入地っていうのは、これも基本的に消滅していきます。OK、で、じゃあなんでそういうふうに土地支配を強めるかっていうと、これは基本的に戦争があるからです。で、まずこの戦国時代の基本的な理解は、戦争が多い。で、そうすると、当然のことなら、なるべく年貢を取りたいんですね。用意して戦争するわけですから。っていう時に、例えばね、なんかちょっとよくわかんない土地があるとか嫌じゃないですか。ここだってどれくらい、例えばね、お米生産できるんだよとか、例えばそういうね、どういう土地なのかっていうのはチェックしておきたいですから、まあそういう意味で戦国大名というですね、文国の支配っていうのを、まあなるべく土地支配っていうのを強化していこうとします。まあまずここが大事になります。はい、じゃあどういうような方式で、まあその土地支配っていうのを強化していくかっていうと、赤線ください、差出検地と呼ばれるものですね。差出検地というふうに呼ばれるんです。OK。で、このね、差出検地っていうのが結構ですね、きちんと理解できてない、まあ、あの、人たちっていうのが、いや、受験生の中にもいるんで、ちょっとね、気をつけてください。はい。で、まず、差出っていうのは何かっていうと、これ基本的にですね、行うのは、パイルシ。自分の歌詞。対価する。何するかというと、ね、お前の所領ってどんくらいの土地の価値があるのって分かって。だからそこに書いてあるんですけども、戦国大名の支配下にある武士に対して、その武士の支配地の年貢料を自己申告させる。まあ所領の年貢料。差出しっていう言い方をするんですね。何を言ってるかというと、お前の所領年貢料いくらなんで、例えばこれ何か数字で適当に返ってきたとしますよね。それに対して簡単に言うと、まあじゃあお前軍隊じゃあ500人出して、例えばそういう風にしたいわけです。で、時にさ、まず気をつけてくださいね。まずきちんと押さえておきたいのは、この年貢料っていうのを基本的には数値に換算します。なんでかというと、数値だと分かりやすいからです。
例えばちょっと適当に行きますけど、はい、この家臣の処分が年貢100でした。あ、じゃあお前500人いっぺんお前処理をね、うどんくらいなの。あ、200です。言ったらこれ自動的に決まりますよね。これね、1500とか言ったら俺、ってなりますよ。ちょっと待って、嘘、1000じゃないの。わかしょって意味は、年貢の量が2倍なんだから、まあ普通に考えれば出す形態の量が2倍だよ。2倍以上出さなくていい。つまり、数値にすると、まあある意味で公平になるんですよ。で、ここが大事で、数値っていうのが公平。で、なんで公平にするかっていうと、負担が重たいと思います。先ほどの話です。だから戦国時代で何度も何度も戦争になる。何度も何度も兵隊出してもらう。当然家臣だって、おいおいおいみたいな感じになってくるわけですよ。なるべく負担を軽くしたいんですからね。って言った時に、いい。例えば、今度戦争だから、たくさん軍隊出してもらうよっていう存在。たくさん。これ、人によって違いますよね、みんな。たくさんってどんくらいだよ。分かって、っていうところで数値にすればはっきりするよ。分かる。で、問題はじゃあ数値って言った時に、じゃあ具体的に何の数字なんですか。だから今年貢100って言うと、100ってなんだよ。まあ当然この100なんて表現はしてません。で、例えばこれ関東の戦国大名北条なんかが取り入れたのが神高って呼ばれる数字。銭の量で換算する。例えばその所領からどれぐらい年貢が取れるのかを分かるでしょ。例えばお米だったり、例えば大根だったりいろいろするわけですよ。分かります。っていうのを基本的に銭に換算する。あ、だから1枚1文で、1枚1文で1000枚集まると1貫。だから貫高。貫っていうのは、まあ、その貫っていうその全単位なんですね。それで例えば家臣の所領を、まあ、全部数値化するわけです。ここまで大丈夫。 OK。 何言ってるかっていうと、そうすることによって大名で、例えば家臣に対して、例えば土地を与えるわけですよ。で、その土地の百姓からこの百姓をまず支配して、で、年貢取るわけじゃないですか。いいですよね。で、その取った年貢、これを数値で明確化することによって、はい、お前は軍隊何人出してね、まあ、これを軍略とか言ったりするんだけど、はい、だから大名っていうのはこの土地の支配を認める代わりに、分かるよね、家臣に対してはその年貢に見合った軍略出してねっていう、まあ一応こういうようなシステムを整えるために自己申告させます。ちなみにここ自己申告なんで、この所領の年貢量の実態を示してるかって言われたらちょっと微妙ですね。まあもうこれはもうあれでしょうね、大名と家臣の、まあ、なんていうんですか、関係次第でしょうね。例えば大名の方がすげえ力強いってなったら、例えば所領の年貢量を自己申告させた時に、え、それ本当って、例えば戦国大名のツッコミ入れること可能になりますよ。逆にこの家臣が有力家臣の場合はもう自己申告したら、ああそうなんだみたいな、もうそれで終わりですよね。なんだかって踏み込んでその家臣が不快に思ったらちょっとやばいですからね。まあ例えばっていうのが、まあ差し出し、ここまでいい。 OK。 もう一つが検地です。まあだから差し出し検地って言うんですけど、でこれは対農民です。これだから対百姓、まあ、てか正確に言うと対村。あ、なんでかっていうと、村単位で年貢を納めてもらうんで、でこの大村って言った前に、はい、任せてください、戦国大名が支配下にある土地の面積や年貢量を農民に自己申告させる。だから、まあ、村に自己申告させるっていうふうに理解してもらえばいいかな。はい、で自己申告させます。同じです。村の年貢量を、まあ、自己申告させるっていう理解。まあ、あと面積なんかも
形ですね。自己申告させたらこれ本当っていうふうに踏み込むかもしれません。特にこれ新たに占領した村だったり他の戦国大名から分取った村だったりすると分かりますよね。まあ村の人たち怯えてますからね、当然ね、怯えてますよね。だって武力で攻め取られた地域ですから。ってなるとその村の例えばね、年貢を自己申告させるときに戦国大名が申告された領に疑問を思えば本当っつって踏み込むことになるんですよ。分かる？でここは対村とかって言いますけど、この村っていうのは基本的に、まあ、直轄領です。基本的には何言ってるかっていうと、例えば占領した直後に例えば大名がある村に対して、おいお前ここ村どれくらい面積あるんだ、年貢払えるんだ、申告しろって言われて、例えば申告、神高で申告しますって、これ基本的に同じです。年貢料は神高で申告しますから、北条の場合は。で、例えばそうしたときに、例えば、まあなんか、例えば500貫ですとか申告していくとするでしょ。例えば。で、例えばそうすると、例えばどれくらい年貢が負担するかも決まるし、レジュメに書いておいたんですけども、その武士と百姓のところですね、その差し出し検知の下のところですけども、武士っていうのは神高に基づいて赤瀬御所に軍役を保管する、百姓というのは神高に基づいて年貢と赤瀬御所に人部役っていうのを負担します。人部役っていうのは何かっていうと、これ書いておいてね、後方支援です。あ、後方支援っていうのは簡単に言うと、こう食料とか武器とか運ぶ輸送部隊です。でその輸送部隊は簡単に言うとお侍がやらないんです。百姓がやるんです。まあ一応そういうような形に実はなっています。でこの人脈っていうのは歴史を通じてきちんと押さえておいてください。OK。よろしいでしょうか。はい。でこの差出検地ですね、まあ、例えばその検地っていう方なんですけど、特に下の方ですね、土地の面積や年貢料を農民に自国申告させた時に、まあ、大抵、まあ、もちろん村の全ての田んぼとは言いませんけれども何らかの形で測ってます。土地の実態をより正確に、本当その自己申告が本当、じゃあ調査してもらっていい、してもいいみたいな形で、これはもうやっぱり村相手なんで、どちらかっていうと大名からするとやりやすいわけですよね。だからそういう意味でこの守護大名っていうのはこういう検知はしてないんです。やってないんです。やってないんで、この差出検知の問いよけ検知の部分に関しては戦国大名の土地支配が強化した、まあそういうふうに理解してもらうといいだろうというふうに思ってます。はい、さあ以上が、まあ、戦国大名の土地支配ですね。であとはまあ3番の文庫経営のところなんですけども、まあ、ご覧いただければ分かると思います。軍事力を増強するんで、そのために経済力を強化します。例えば商業活動の活発化を促すんで、まあ、楽市ですね。まあ、その座の商人だけじゃなくて、座に所属している商人以外も参加できた方が、まあ、例えば商いが盛んになると思えば、それをやった方がいいでしょうね。楽市の楽っていうのは、これ解放、フリー、英語のフリーです。はい、まあ、そういうふうに位置を自由にする、解放するっていうのがいいです。で、商いやりやすいようにするってことを考えたら、流通が活発化させた方がいいんで、赤瀬御所に関所はなくした方がいいです。で、ただし、関所っていうのを設置して、ほら、関線を取るっていう話をしたじゃないですか。逆に言うと、関線を取る人たち、まあ、これ権力者ってことになるんですけど、関線を取る場合は、その地域の、例えば道路とか整備する、一応、ただそういう名目で関線取ってるんで、逆にこれ、戦国大名の関所の廃止をするってことは、逆にその交通の便をある程度整えていかなければいけないんで、赤線ください、宿駅とか天満ですね。例えば、もう、街道ごとに、例えば少し休む場所を置いたりとか、例えば連絡のための、例えばね、そういうものを整備したり、馬とかを整備したりとか、例えばそういうこともやります。エリゼリエに関してはちょっと江戸時代のところで貨幣を中世と近世の対比をするところで扱いますので、ここでは他って呼びます。で鉱山開発をする、まあこれもなんとなく分かると思うんですよね。山掘り掘りして例えば金とか銀とか出てくればね、まあ非常にありがたいですから、まあ例えば代表例としてはまあ石見銀山という、まあ岩見ですかね、現在の島根県の、まあ、銀山が非常に有名で16世紀になってですね、産出量が増えるということで、まあよく知られているかなというふうに思います。よろしいでしょうか。はい、以上が戦国時代の戦国大名の話でございます。